こんにちは。ガチンコマッチョクラブじゃないや。今回はね、億万長者合宿シリーズですね。はい、ガチンコマッチョクラブの撮影したところだったんで、ついつい口が出てしまいましたけどね。ガチンコマッチョクラブっていうのはね、40代で100キロを超えたおデブちゃんがね、自称デブなんですけども、まあ、筋トレをしてマッチョになれるのかっていうことをチャレンジするコーナーですけども、現在ね150話ぐらいを迎えて、まあ、結構ね体引き締まっていくのと、あとねご自身のコミュニティができて、まあ、ビジネスもスタートしてしまったというねことなんですけどね。はい、それでは今回のガチンコマッチョクラブではなくて、億万長者合宿ですね。失礼しました。億万長者合宿シリーズなんですけども、まあ、ここまで何を喋ってたんでしょうね。億万長者合宿ですね。50代がなんで強いかってことを話しました。アラフィフで起業するなら情報企業ということですね。やっぱりね、50代の人の見識とか経験とか、それまでの挫折とかね、考え方とか人間関係とか、やっぱ50年分詰まってるわけですよ。どんな人生でも。それこそですね、精神的にちょっと参ってしまった人も、そういう経験がこれからの人のネタになったりするわけなんですよね。ネタっていうのは言い方悪いかもしれませんけども、こうなんですか、価値提供ですね。うん、必ずなるんですよ。必ず。例えば、50代の方、ね、昭和の時代っていうのがありましたよね。うん。昭和、戦後、復興、高度経済成長、バブル期、バブル崩壊、いろいろありました。で、その時に私たちが、まあ、幼い頃ね、駄菓子屋に行ったこととか、それからレトロなね、そんな佇まいとか、団地とかね、こういったものって、やっぱりね、同じような年代の人の心にぐっと染みるわけですよ。そうですね、私がね、ユニークな稼ぎ方だなと思ったのが、昭和の白黒写真があるじゃないですか。あれをまとめた動画っていうのが結構受けてるみたいなね、そんな流れが3年ぐらい前にあったんで、まあ、真似してみたんですけども、私の場合は全然受けなかったですけどね。まあ、でもね、一つの結果として、昭和のモノクロ写真をこうたくさん詰め込んだものの中で、いい写真とかね、いい順番で写ったものっていうのは、その頃過ごした方の胸にはすごく響くんですよ。まあ、例えば学校シリーズとかね、運動会とか遠足とか、ああいった感じですかね。まあ、例えばね、遠足の思い出とかどうですかね。50代の方が語る遠足の思い出とか、持って行ったおやつとかね、そこでどんなことがあったのかとか、そういうエピソードって多くの同じ年代の方の胸に染みると思うんですよ。その中で例えばね、具体的な学校名を出してみるとか、自分の出身の学校とか近隣の小学校の話とかやってみると、そういう学校に在籍していた方の、もしくは似たような境遇にあった方の共感を呼ぶと思うんですよね。まあ、こういうふうにして、これはまあ50代じゃなくてもできるんですけども、どちらかというと50代の方が発信することによって同世代の人数が多いわけですからね。そうすると同じような年代の方にかなり共感が得れるんではないかなと思うんですよ。例えばね、私ずいぶん前ですけども、廃校休校っていうね、そういうふうなサイトを見つけて、その話をしばらくしたことがあるんですよ。これはですね、私の住んでいる広島の隣の山口県の方では、都道府県の統廃合によってね、市区町村の統廃合によって、失礼しました、市区町村の統廃合ですね、よって学校がね、休校になったり廃校になったりする例が多いんですよ。でも休校になったり廃校になったりしても、そこの卒業生さんっていうのは数百人数千人っているわけじゃないですか。で、そういう方たちに向けてホームページ上で、休校になったり廃校になったり、もしくはね、学校が取り潰しになった後の思い出とか、卒業生のね、卒業文集とかをスキャンしたものをもうバーッと詰め込んでるのがあるんですよ。校舎の撮影したものとかね、校長先生の話題とか、そこの卒業生の話とかね。そうするとネット上で同窓会ができるっていう仕組みなんですよね。これがね、アクセスを集めて、私も全然学校は違ったりするんですけども、もう頻繁に見に行った時期があって、いや、これいいなって話してたんですけども、まあ、そういうのをねやってみると、やっぱり多くの人のアクセスが集まるんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですよね。ここら辺で動画まとめますけども、50代の方の思い出をまとめても、それはね、発信する人が少ないんで、発信した人ガチになるってことなんですよ。まあ、ですんで、この動画を見てね、ネットビジネス難しいなって思ってる50代の方、難しいことせずに、ネットビジネスの何が一番ねできてないのかっていうことは、継続した発信をしてないんですよ。継続した発信をすれば必ずファンの方がついてきます。で、新しい情報更新を待ってもらえるようになるんですよ。そういうふうにしてね、やっぱり発信を続けていくってことをやってもらいたいと思います。じゃあ、どのぐらい発信すればいいのか。それはですね、まあ、難しいですね、ここがね。100本や200本じゃなかなかうまくいかないです。100や200の継続でうまくいくんだったら、もうすでに
この50代のマーケットってのはないですよ、だから1000本とかね1万本っていうのができる方がいないんで、このマーケット未だに残ってるんですよ。未だにですよ。ぜひねスタートしてみてください。まあ、別にね私にね何か料金の振り込みをしろって言いません、お金をかけろと言いません。ただスマートフォンを自分の方に向けて撮影する、3分5分撮影する、それを続けるだけでございます。今日から始めれば結果が出るのは早いです。でも明日にすれば結果が出るのが少なくとも今日から始めた人よりも1日以上遅くなりますんでね、私たち50代っていうのはもうね残りが少ないですからね、残り少ないんですよ人生。いつになったら成功するつもりなんですかね、60代になってからですか。いやーきついっすよ。もう50代で一山当ててももう遅いぐらいなんで、その辺の危機感を持ってやった方がいいと思います。ほっといても黙っていても何も起きませんからね。誰が発信するかなんですよ。いつまでもこの受信をしてるだけでは何も始まらないですからね、ちょっと厳しいことを言わせていただきましたけども、お聞きいただければ幸いでございます。それでは億万長者。